ラウラ・アントネッリは、イタリアの女優である。クロアチア・プーラ生まれ、イタリア式コメディの重要人物である。1941年、当時イタリア領だったプーラで生まれ、幼少期に家族と共にナポリに移住する。体育の教師となる予定だったが、コカ・コーラが提供するテレビシリーズに数回出演した後、1965年に初めて映画出演を果たす。 数本の映画に脇役として出演し、1969年のマゾッホ原作の毛皮のビーナスで初めて主役を演じる。1971年の裸のチェロなどでセクシーな役を演じてヨーロッパで少しずつ知られるようになる。また、コニャックの男で共演したジャンポール・ベルモンドとコインになり、二人の関係は10年ほど続いた。1973年には、 中学生の少年に初体験をさせるメイドを演じた青い体験が本国イタリアをはじめヨーロッパやアメリカ、日本で大ヒットした。イタリア映画記者協会の選定する賞、ナストロ・ダルジェント賞主演女優賞を受賞した。一躍1970年代のヨーロッパを代表するセックスシンボルとなる。1970年代後半には彼女を ビーナスの体をしていると評したルキノ・ビスコンティ監督の遺作、ダヌンツヨ原作のイノセントやエッドレスコラ監督のファッション・ダ・モーレといったイタリア映画の名称の作品にも出演した。1991年、自宅でコカインが押収され、麻薬所持、密売の容疑で3年半の禁錮刑を言い渡される。アントネ・リは、常習は認めたものの密売は否定。 2000年には広告が認められ、判決が取り消された。その後、青い体験の続編とも言える、マリジーア2000のオファーを受けたが、撮影中にシワを隠すためコラーゲンを注入する手術を受けて失敗した。アントネッリは、強要された手術に原因があるとプロデューサー、監督等を相手取って、損害賠償を求める訴訟を起こすが、2003年に敗訴した。 麻薬と手術の裁判が長すぎたため多大な損害を与えられたとして、アントネッリの弁護士側は、2003年に今度は国を相手取って損害賠償を請求した。2006年に国は原告の主張を認め、10万8000ユーロが支払われた。2015年6月22日、心臓発作のため死去。73歳坊津。ありがとうございます。